動画の視聴ありがとうございますここでは2024年目標で受験をされる方にアナウンスがあります残念ながら今回も改正があります今まで丸だった知識ひっくり返る部分がそれなりにあります去年案内方に 今年もその規模なのかとそのように思い方もいいと思いますまずその点はご安心くださいそこまで去年と同じ分量のものが今年来るわけではありませんこちらの方ですがこの,、ね、この部分が去年の法改正の分量です今年の法改正の分量が これです。となると法改正の分量だけで見れば今年はそこまで大きくありませんただ厄介なやっかいのが去年の法改正の部分なんですよ。ちょっとまずはこちらの冒頭の方で今年の法改正影響するところが民法と不動産登記特に民法の方は親族関係です。 一方、不動産登記に関してはいわゆる相続登記の義務化というのがやってきます。一方、昨年までの法改正、特に昨年の法改正は分かりやすい法改正と、まあ、これは細かいから来ないだろうというようなものがあったとしておそらくこっちをやってもこっちはあまり手をつけなかったと思います。また この法改正に伴う通達先例が来ています。概要までで済んだけど、今期に関しては細かいところまでやらなきゃいけないよと。例えば、登記識別情報がいらない登記申請。こちら、民法の共有関係の改正で結構増えてるんですよ。 はい、それとか、相づくりに対する遺贈の登記、申請書が発表されたりしています。なので、ここ、ね、2024目標のた場合は、まず新しい法改正もやらなきゃいけないし、また去年までの法改正で細かいとこもついていかないといけない、こういう二面性、この2つを戦わなきゃいけません。それでプラスやってくるかもしれない 去年のね、弁論準備手続きの電話会議システムのようにいきなり過去の制度が変わるような法改正にも対応しなきゃいけないそういう年になります。で皆様に絶対に受けてほしいガイダンスがあります。これがこの冒頭に載っている「改正情報を一気に収集レック参考資料の法改正」。はい こちらの方では、今年の法改正、また今日の法改正の通達部分、この部分を説明していきます。具体的に言うと、去年の共有関係に関する不動産統計の通達法改え通達関係、また民法改正、不当法改正、この概略等を説明していきます。ぜひこちらを聞いていただいて、今期の法改正規模はどれぐらいなのかというのを確認した上で、勉強のスタートを切ってください。 生および同時配信では7月17日。でそれに先が来ました16日には札幌、福岡でも実施いたします。ぜひこちらの方を振るってご参加ください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。